それでは続いて共通女子 800m 決勝となります。選手の紹介を行います。1レーン浅野果歩さん八街北、2レーン瀬谷桃香さん野田第一、3レーン小坂井千佳さん小滝、4レーン中村ひとみさん小見川、5レーン芹川シエナさん遠山、6レーン浅見若さん有吉、7レーン浅見沙羅さん鎌ヶ谷第二、8レーン小林千佳さん松戸第一。以上8名で共通女子 800m 決勝のスタートです。スタートしました共通女子 800m 決勝。全国大会の標準記録は2分16秒50、昨日の予選で2名の選手が惜しいタイムで走っております。さあ積極的に競ってレースをすることで全員の選手にチャンスがあります。2分16秒50。さあ 200m32 秒。さあなかなかいいペースで 200m を通過、先頭を引っ張っているのは松戸第一の小林さん。それを追って遠山の芹川さん、鎌ヶ谷第二の浅見さん。さあいいリズムでリラックスして 400m の通過、 400m の通過は67秒。さあ非常にいいペースで通過しました。ここからどれだけ落とさずに 600m まで走れるか。さあ先頭にいたのは鎌ヶ谷第二の浅見さん。さあバックストレート追い風を利用してリラックスして 600m まで行きましょう。さあ先頭集団は3名、鎌ヶ谷第二の浅見さん、遠山の芹川さん。有吉の浅見さん 600m の通過1分42秒。さあここからペースアップをしないと苦しい。さあ関東崖の3位、全国大会標準の突破の2分16秒50。さあ上位3名は絞られたか。残り 100m、 先頭は遠山の芹川さん。2分2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16。惜しい。先頭は遠山の芹川さん。先ほど終了いたしました共通女子 800m B 決勝の結果をお知らせいたします。1着4レーンを走りました2位の3野田南部、時間2分21秒39。2着3レーン本宮さん佐原、2分22秒02。3着6レーン勝又さんタコ、2分22秒80。4着8レーン中島さん小見川、2分24秒35。5着5レーン村岡さん小滝、2分24秒95。6着7レーン藤里さん幕張本郷、2分25秒17。7着2レーン山本さん岩名、2分25秒69。8着1レーン北谷さん桜台、2分26秒88。以上共通女子 800m B 決勝の結果でした。スタンドしたの1年